で,で,でまあ遊戯王カードは有名だけどもう一つあるじゃんあの、ポケモンのカードってあるんだけどポケモンカードに金のコイキングはあれは実際の子は本当だと思う多分。本当かどうかわからんけど金のコイキングは金になってるコイキングは滅多に出ないカードだからめったに出ないカードっていうのが高いんだよで普通のコイキングは色あるじゃんちゃんとした色じゃん そういうのがちゃんと人はいるんだけど、実際の場合金のコイキングは金箔が装飾されてるってことで、めったに出ないカードそう、金箔の方がめったに出ないカード。そのカードがめったに出ないや。市場に出ないカードって、まあ、も、ま、う、あ、高すぎて探しても探しても見つからん。多分、未だにも見つからんよ。まあ、かなり昔から。 そうでカードを作った時からだ、初,初代だから、初代だから何年前よ。生きてる奴は誰もいない、多分。もう土地の年齢も死んでる人が多い。で、今若い奴じゃない。若い奴が言っても分かるわけねいそんなの昔から分かるわけないじゃん。多分それも無理だとだから。だからそういう遊戯王もさ、詐欺だって、詐欺に、詐欺する奴もいてだよ。本当は有名なカードなんて存在しねえ。